千正祖から1993年2月9日は、中華民国の航空技術者、空軍技官、官僚。字は、核、静か核。父方のいとこに、資源委員会委員長、国防部科学委員会委員などを務めた、千正てる。チャンスーショーツネ塾県六音鎮出身。1913年に、上海市立歩道中学入学。1917年、 聖火学校に入学し、1919年に卒業後米国に留学、マサチューセッツ工科大学機械学科で学ぶ。1921年機械工学学士を得て、同年同大学の航空機械工学科修士班に転入。1924年修士学位を得て帰国。石膏公立工業専門学校及び、聖火大学教授、甲州市工業局課長。 1928年以降は、軍の航空技術方面に関わり、航空初期初見翻訳、軍西部兵行研究委員会助理委員、軍西部航空学校教員などを経て、1931年12月10日、軍西部航空学校教育長。1933年7月18日、国民政府軍事委員会航空諸技術所所長。10月、 修得校、陳馬佐祖と、航空機械学校準備委員会を設置し、はじめ校計画草案を作成。また、同年、空軍航空技術者養成のため、各校科大学に、航空工程学科の設立を兼議する。当時国防設計委員会副秘書長だった、千馬佐テルも秘書長の大文校とともに、聖火大学工学院院長のガン育習や、校長の梅井。 医学院委員長の畑倉美孫に所管を送り後押しした。結果、翌年には、聖火大学で、航空工程組の設置準備が始まった。1934年4月1日、中国航空工程学会会長。同年5月、国民政府航空委員会成立に伴い第四、諸所長。1936年3月16日、南昌漏栄防費工場内にて、 航空機械学校が正式に開校すると校長に就任。1937年1月4日、空軍二等機改正。1938年3月、航空委員会技術庁副庁長,長、代理庁長,長。1940年、南川第二匹製造省省長。1941年5月、ラング海へ米航空機 P-40B の受領に赴く。 同年6月、ビルマとの国境に近い随礼市の雷城引き、製造所を管理。翌1942年1月、日本軍がビルマへの侵攻を開始し、モールメン、ラングーンを次々と陥落すると、4月27日午前、省庁、ひぎりめしら全校員を集め撤退を指示。5月1日までに、補在への撤退を完了させ、 小白に率いる経営大隊に明治商社を焼却させた。1943年、都米市ワシントン DC の航空委員会、中米ベンジどころでの業務に就く。1944年12月、航空委員会参事。1946年6月5日、国防部第六町長長。11月22日、空軍一等機改正。 1947年4月17日、国防部国防科学委員会委員。また、設計委員会主任委員兼任。1948年9月22日、空軍議官の最高階級である、空軍機会官1949年に、台湾に渡り、1950年2月、経済部常務次長。1951年4月、 台湾銀行進行外基礎審委員会委員、及び行政院備援運用委員会委員兼任。1955年3月5日、第11回アジア極東経済委員会大会に、中華民国代表として出席。その後、行政院経済安定委員会秘書長、外規模益審議委員会副主任委員、中央新託局長無理事、台湾主工業中心当事長を歴任。 1969年、米国との合弁国営会社、忍隆講師当事長。中国航空工程学会、中国機械工程学会、中国工程史学会会長、理事長、南カリフォルニア大学客員教授。1973年2月に退職し、1975年に、都米、イゴロサンゼルスにて、隠居生活を送る。 1988年病死。著書に静か格論戦及び浮世百記。ありがとうございます。